小石花の公園から見る北海峡。北海峡は、紀州と淡路島の間の海峡。友ヶ島水道とも、大阪湾と紀伊水道を幅1 1トルの海峡でつないでいる。海峡内には、友ヶ島の4島があり、ほぼ真ん中に位置する沖の島と和歌山市川の地の島とによって次のように三分される。主航路は、西寄りの最も広い揺らせとを通っており、 ユラセトを指して、友ヶ島水道とも呼ぶ。海峡一帯は、マダイなどの工業場になっている。また、大潮の時の最大流速は、ユラセトで北向きに約3.6キロトンである。1899年から、北海峡を旅客船が運航していた。また、海峡のすぐ北の大阪湾側には、1949年から1999年まで、 兵庫県模都市大阪府三崎町間に定期航路、相本新日航路があった。なお、相本新日航路では2017年から航路の復活の社会実験を行う新日洲本ライナーが運行されている。北淡連絡道路及び大なる飛ばしへの北淡海峡鉄道トンネルの構想がある。これは四国新幹線構想の一環で大阪から北淡海峡、淡路島、 ダイナルト橋を経由して四国へ新幹線を開通させるものである。ダイナルト橋は新幹線が付設できるように設計され開通しているが、北海峡の連絡橋は費用や需要などの面から実現のめどは立っていない。ありがとうございます。